西善光寺裏の公共駐車場つっていいのかなです。まだ空車スペースがあって、から駐車待ちの渋滞もなくスムーズに出入りができているようです。まあ平日ですから、そんなにその周辺が渋滞するほどの、あ、出口は混んでるな、混んでるったって5台かほどのことはないんですが、やはり前回前々回に比べると、まあここの駐車台数自体はありますけど、境内にいた人数はとても少ない感じでしたね。で、エコー柱に触るのにも、あの公式発表というか渋滞情報みたいなモニターがあって、それ見ると5分って書いてありますけど、まあせいぜい3分くらい、ただ東西2面だけが触れるということで、列を2つに分けて、で1列につき2名ずつで、待ってる間は石畳1枚分開けて待ってくださいということだったので、列は長いんですが、そんなに時間はかかるという感じではありませんでした。まあどの程度ご利益があるのか分かりませんが、信じるものは救われるで、並び直して東西2面とも触れてきました。で、さすがにその前立本尊の参拝、それからお階段巡りについては多少の列はできてましたが、前回前々回は町の列が本堂をぐるっと一周するくらい並んでいたので、それに比べるとかなり少ないですね。全然少ないですね、前回前々回に比べると、というような感じでした。はい、次が生産の番。はい、お願いします。駐車券を入れてください。お支払いはサービス券、硬貨または紙幣で領収書ください。ご利用ありがとうございました。気をつけてお帰りください。はい、どうも。右折禁止さすのみ。ゴールデンウィーク中の話だった。ここの横断歩道全然渡る人もいないですからね。どっちだ。まっすぐでいいな、城山公園。で、次は長野県立美術館。あ、ここか。これ東山会か。この坂を登ったところが美術館ステルス。前回のご会長の時だったかな、ここから、この辺りからドローン飛ばして境内に落っことしたバカがいて、境内にはドローン飛行禁止という立て看板が出てましたけど、駐車場はどこだ。ここじゃないな、進入禁止になってるな。この上から入れるのかな。確か駐車場あったはずだけど、駐車場がなくなっちゃった。そんなバカな。あ、ここ左。
あ、ナビは全然別のところ。あ、これ気象台だ。長野気象台。これで一周だな。どこ？駐車場どこ？